さあ、始まりました。田辺の和室。始まりました。皆さんの手羽先の持つところにある、あ、ここにも身があるんだって思うた時の嬉しさ。うん。ね。それになりたい、田辺です。皆さんの、なんか、髪の毛結びたいんだけど、ゴム、ヘアゴム忘れちゃったって時に、ダメ元で聞いたら、私持ってるよって言って貸してくれる友達みたいになりたい、坂よりです。あ、いいね。助かるよ。よかった。よかった。今日は、うん、あの、イラストね、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。今回はですね、うん、リクさん。すごすぎませんかこれ。すごい。すごいね、これ。ね、レゴで作ってくれてるの？うん。すごくないこれ。どっからどう見てもボール族だよね。ね、なんかこれそのままさ、飾れそうじゃない？そのなんか、うん、こういう展示会に。ね、うん、こりゃすごいや。めちゃくちゃ可愛い。こういうのさ、どうやってさ、うん。どれぐらい時間かかるんだろうね。すごいね。だって私たちの、ね、だって型ないもんね、私たちってぞ。だ全部オリジナルで作ってくれたってことでしょ、うん、すごいよ、これ。でもちゃんとみんな誰が誰かわかんない、うん、すごくない？めちゃくちゃ似てる。すごい。いやありがとうございます。ありがとうございます。かわいい。いいなね、ありがとうございます。ありがとうございます。いや今日ね、田辺さんが、最近ね、うん、一人暮らしになったらさ、絶対、丁寧な暮らしをするっていうのを言い出したじゃないですか。うん。うん、その、丁寧な暮らしって何なんだろうなっていうのをちょっと田辺さんに聞いてみたくて。いや、そうよね。まず、デトックスウォーター。うん、デトックスウォーター？だって、水は水のまんまで飲むもん、本来ね。うん。だけど、そこにあえてね、うん、レモンを入れて、うん、ミントも入れる。で、また日替わりによっては、チンカンも入れる、うん。ブルーベリーだっていいよ。うん、入れないよ。うん、ね、うん。入れましょう。いや、私が面白かったのは、その最初にさ、田辺さんが、引っ越し先の条件みたいなの一個でさ、うん、大きいスーパーがあるところがいいって言ってて、うん、で、なぜなら国産のレモン。うん、が小さいスーパーだとないって言ってたから、うん、なんで国産のレモン必要なのって私が言ったら、デトックスウォーターに使うからって言ってて、で、あ、田辺さんデトックスウォーターなんて作ってんの？おしゃれでねって言ったら、いや、まだ作ったことはないって。うん、まだ作ったことないけど、引っ越し先の条件に入れてたと。そう。やっぱ国産のレモン、本当は今もやりたいんかったのよ。うん。だけど、その、スーパーに、ミントとレモンがなかったの、うん。あ、ないんだ。ミントがなかなかなくて。うん。ミントって、普通のスーパー売ってないか。ミント売ってないよ。どこで言う？ほんと、え？あれ？ちょっと洒落てるスーパーなら売ってんの？うん。そう。多分ね。うん。成城石井とかって売ってんのかな？売ってそうじゃない。うん。だから、そういうのがさ。丁寧な暮らし。うん。そういうの。あと、土鍋でご飯。ああ。あ、じゃあでも、ちょうどほら、田辺さん、炊飯器失ったから、土鍋に、うん、買わないのじゃもう、炊飯器。炊飯器買わない。土鍋で行く？うん。あ、でも今はね、土鍋はあるもんね。土鍋はある。うん、ラビットで、一緒の丸山さんがお誕生日で、くれて。うんうん、そっから、昨日も土鍋でラーメン作って食べて、スミレのラーメン。ああ、北海道か、スミレ。美味しいよね。私、カップ麺でしか食べたことないけど。美味しいよ。カップ麺でレベル高すぎてびっくりした。いや、そうなのよ。スミレのラーメン。そう。だから、そういうのだよね。うん、うん。あと何あんのかな？あと何が丁寧なんだろう。あ、でも、私、光へ行ったのよ。うん。光へ。うん。その時にさ、うん、すごいおしゃれな雑貨などがあるお店行ってさ、
そうめんとかを食べるような、うん、こう平たくて涼しげなやつに、あの、網網、うん、なんていう、竹の網みたいなのあって。ほら、蕎麦とかザルで出てくるやつ。あ、あれか。そう、あれがあってさ、うわ、これ欲しいと思って。うんうん。なんかそうめんもさ、なんか、食べるとき、家のときはこうやって一個って一束ずつこうやって取りやすいように丸ってやったりとかしてさ、うん、やってたんだけどさ。今もう、ほんと、冷やしてそのまんま直にさ、取っちゃってるから。あ、わかる。もうめんどくさい。そう。しかも私、プラスチックの、あ、プラスチックのさ、あの、器ばっかり最近、うん、あの、割るの怖いから。うん。いや、そうなんだよね。そういうのも一個一個ね、ああやっていきたいよね。あの、お皿とかも、こだわ、なんか、自分がこれだって思った食器で。うん。丁寧な暮らし。でも、なんだろうね、あと。早寝早起きのイメージなんだけど、丁寧な暮らし。あ、そう、わかる。早寝はできないけど、早起きはできる。早起きはできる。だって、昨日もさ。うん。4時に寝てさ、うん、8時に起きてる。寝てなさすぎない？大丈夫？うん、いや、これしかも、うん、あの、仕事でじゃなくてプライベートでね、休みの前の、うん、休みの日に、4時まで起きて、うん、起きてっていうか、起きてなきゃいけなかったっていう状況なんだけどね。うん、印鑑問題があったから。あ、印鑑。一応もし。よろしければ、問題なければ言っていただけると。いや、印鑑がね、ないってなって。うん。ね、今日使うってなったのに、印鑑ね、うん、ないのよ。で、うわ、どうしようと思って。印鑑ないってことある？いや、部屋に投げ出しちゃうの、放り投げちゃったの。ああ。印鑑。なんで印鑑投げてんの？印鑑を使いたかったわけじゃない。印鑑に入ってるポーチを、なんか部屋で使いたくて、うん、で、その時ポーンって投げちゃったんだよね。なんで投げて？で、それ探すのに1時間もかかってさ。大変だったよ。よかったね、でも見つかって。印鑑紛失って結構大変だよ。いや、マジでやばかったよ。だって今、うん、ほら私家引っ越したりとかそういうのもあるからさ。うん、めちゃくちゃ印鑑必要じゃん。そう。で、そういう時にお金振り込む時にさ、うん、印鑑も必要じゃん。うん。いや、もう、印鑑と、あの、か、保険証とかをさ、なんか、即座に分かるところにちゃんとしまっといた方がいい。いや、そうなんだよ。元に戻しといて。投げちゃダメよ。ダメだよ。普通投げないんだけど、印鑑投げ。本当に丁寧な暮らしっていうのはさ。印鑑を投げない暮らし。うん。そうなんだよね。でも、友達とさ、うん、丁寧な暮らしする人って無神経そうだよねって言ってて。どういうこと？なんていうの、その、私もそう思うのよ。え？どういうこと？なんかもうそっちの生活に、自分はすごくさ、丁寧にやってる分さ、うん、人にさ、うん、なんか気遣えなそうじゃない？え？あなたはまだこれやってないのって押し付けるとかそういうこと？うん、押し付けもあるし、うん。なんて言ったらいいんだろうね。こう、自分なのよ。自分を強く持ちすぎて、うん、人への配慮は足りなそうだなっては思う。丁寧な暮らしをしてると。わかんない。すべての人がそうとは限らないけど。イメージね。イメージ。あ普通に今先輩のネタ言いそうだった。普通に先輩のネタのメロディーでイメージって言いそうでしょ。いや、そうなのよ。ああ、でもなんか自信つきそうだよね。丁寧な暮らししてると。うん、で、うん、だから、お皿もこだわりたいし、うん、食材もこだわりたいし、うん、っていうのはあるね。あ、そう、それでさ、なんか、田辺さんがさ、その、丁寧な暮らしの一歩でさ、朝ごはんにさ、あの、黒パン、うん、とコンビーフでサンドイッチ作ったってさ、うん、教えてくれてさ、私は、うん、いいじゃん、美味しそうって言って、で、2500円のコンビーフだよって言った時にさ、うん、私さ、あの、いや、それだと丁寧な暮らしがブレて、
あの、セレブな暮らしにならないかいってさ、うん、あの時は突っ込んだんだけどさ、うん、意外とでも丁寧な暮らしって、うん、高いかな。高いものだよね。高いと思うよ、うん。ある程度いいものだよね。そうなんだよ。そうなんだよ。うん、だから、丁寧な暮らしっていうのはちょっとお金がかかるよね。お金がかかりそう、確かに。この間もさ、うん、いつもサラダはさ、うん、200円とか、うん、300円、高くても300円ぐらいなんだけど、うん、で、袋に入ってるレタスだけとかだったら100円で買えたりするでしょ。うんうん、コンビニとかでもね、うん。この間さ、伊勢丹の野菜売り場初めて行ったの、うん。伊勢丹は今まで何回も行ってたんだけど、うん、いや、サラダ食べたいなと思って、うん、でもサラダ、できてるサラダじゃなくて、野菜からのやつって思って見に行ったのよ。うんうん、そしたらさ、うん、野菜でね、うん、700円パックの野菜でカットされてる野菜ってこと？カットされてる野菜700円、いろんな野菜はデリではなくて、デリではなくて味付けはなしの彩りのサラダ、うん、野菜でもなんか、ね、買ったうまかった。あ、でもなんか多分それ相応の多分製法なんだろうね多分、うん、やったくりとかではなくて、ちゃんとそれそうですって言うんだろうな。やっぱちゃんと美味しかったね。で、そこに鴨倉の、うん、で買ったハム、鴨の。うん、うわぁ、美味しそう。スモークの鴨を乗せてさ、うん、食べたんだけど、ちょっとうますぎたね、うん。だから、そう、で、しかもそのサラダだけで、うん、サラダと鴨でお腹いっぱいになるのよ。へぇ、あれなんか、それは大量にとか、それともなんか、いい寿司はちょっとでお腹いっぱいになるとかと同じ。あ、いい肉か。でも大量っちゃ大量かもしれない。サラダボールみたいにしてたら、うん、そう。だからね、うん、あ、でも美味しい野菜は、あ、安いサラダ、野菜でも美味しいけど、うん、やっぱ高い金払った野菜も美味しいよ。うん、絶対そのなんか値段相応に美味しさはありそうだよね。うん、トマトもさ、あ、トマトもめちゃくちゃ高いの買っちゃった。もう好きだから。一パック800円ぐらいした。一、うん、パックです。でも、私がこういう時からさ、まあでも飲みに行ったと思えばって感じ。いや、そう。いや、でもほんとそう。飲み行ったと思えば。安いもんね。そうそうそう。で、そのトマトももう甘すぎて、うん、もはやフルーツだったね。でもフルーツ、トマトさ、なんか、私が小さい頃よりはみんな甘くなってる。甘くなってる。みたらしトマト好きだから。うん、すごい大好き。あ、あの800円のトマト食べたらびっくりするんじゃない？うん、びっくりすると思う。食べさせたいね。みたらしに。驚いちゃうね。え？戻れなくなったらどうすんの？いや、戻れるよ。戻れるかな？分かってくれるかな？言えば。これはこの時だけだよ。うん。確かに大丈夫。確かにそうだわ。そうだよ。私もだって、うん、その1パック800円のトマト食べてもまた400円のトマトに戻った時も、うん、ああ美味しいなと思って。400円のトマトもでも結構良くない？あれ良くない？確かに。あ、でも4個で、いいやつだよね、4個で。ああ、でも八百屋さんとかのさで安くて美味しいなって最近気づいた。わ、うん、かる。そうなのよ。あの、私実家にさ、うん、毎週車で届けてくれる野菜のお店があって、うん、そこのトマトも美味しかったよ。あ、いいね。もうそのトマト以外食べれないと思ってたけどさ。食べれる。うん、結局食べれる。私もスイカがさ、すごい好きだからさ、今の時期さ、果物屋さんだとさ、うん、めっちゃ安く売ってくれるから、うん、わざわざそのスイカを買いに行ったりとか。スイカは大分だね。美味しいだろうね。大分のスイカは。それこそその田辺さんとかさ、ぼる塾で仕事行って地方のさ、何、あの野菜とか食べてさ、うん、美味しいってなるのある野菜とかさ、果物ある。大分の道の駅で買ったトウモロコシ、うん、1500円。絶対美味しいよね。いや、もうめちゃくちゃ美味しい、うん、美味しかった。あ、もうこれもうここで今これでもう通常食べれないからさ。そうだよね。だって大分の道の駅だもんね。うん、確かにな。
100円のトウモロコシでも美味しいんだけど、うん、やっぱり大分の忘れられない、うん、忘れられないのってトウモロコシでも丁寧な暮らしってのはでもそれ考えたらお金結構かかるよね。かかるのかな。でもなんかあんまりさ無理しすぎるとさしんどいからさなんかジャンクなものも食べたいよね。でもねジャンクなものを食べたいんだけど、うん、食べたいよ食べたいんだけど、うん、あのすぐさ顔に出るってよく言うじゃん、うん、ジャンクなもの食べると、うん、出る出る、うん、最近気づいた。今まで慢性的にあるもんだと思ってたんだけど、うん、ちゃんと出るわ。あー食べた後やっぱりわかる、うん、あ今、うん、あ出たって思うよ。あここにニキビできちゃったとか、うん、あーでもねたまにはいいよね。うんいやだって無理よ何のために我々はそうなんだよね頑張ってるんですかってなっちゃうじゃん。確かに丁寧な暮らしってだって絶対ストイックすぎたらさ、うん、強制になっちゃった。楽しんでやるからいいの、ね、そう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 。だから私今桃とかもさ、うん、ほんと今さ桃剥いてさ、うん、皿にも入れず一個ずつ切ってさ、うん、もう直にこうやって食べてる手で、うん、ね、うん、でもちゃんとフルーツ用の皿買ってそこに一個一個乗せて食べたよ、フォークで。でもさ、あの私スイカと、またスイカもどんだけスイカ好きなんだって話なんだけどさ、スイカが切っててさ、やっぱ切ってる人のさ、特権じゃん、台所で一個食うって、うん。あれめっちゃ美味しいよね。あれいいよね。うん。あれはいいよ。そうなんだよ。あと私丁寧な暮らしでさ、あの、なんかちょっとした運動は入ってそうな気がする。うわ。確かに入ってそう。ウォーキングとかラジオ体操とかでもいいんじゃないの。あラジオ体操ならいいな。なんか私の友達はラジオ体操で痩せたって言ってた。えそうあのめちゃくちゃ大変なダイエットとかしたわけじゃなくてそのちょっと太っちゃった時にただ毎日ラジオ体操ちゃんとやったんだって。しっかりやったら結構運動になるって。いや朝仕事はやってしたなんか入った時にみんなでやろうかな。うん。ラジオ体操やると結構いいらしいよ。しかもなんか調子良くなるらしい。ほら伸ばすじゃんいろいろ。うん。やってみようかな。うん。だって3分ぐらいラジオ体操って。そんな長くないよね。だってみんな昔だって子供の時集まってやってたよね。うん。スタンプ押してもらった気がする。そうだよね。そう最後なんか鉛筆とノートもらってた気がする。あ鉛筆とノートだっけもらったの。なんかもらったよね。もらった。ラジオ体操とかなんか良さそう。確かにね。ジムとかもね、いいのかもしれないけど。うん。あとは何？あと花で、花の、花飾るとか。あ、確かに。今花飾ってる。あ、丁寧。うん。うん。今花は飾ってる。青だね。うんうん。花良さそうじゃない？花良さそう。他何？丁寧な暮らしって。丁寧な暮らしは、あとは、本読んでそう。ああ、うん。本ね。うん。あと、ミントって難しいのかなと。花飾るだけじゃなく、なんか育ててるイメージもある。うわ、ハーブ？育てる系むずいね、ちょっと。家開けるときあるから、水はやんない。あ、そっか。うん。もう、その、かわいそうだ、二日も。確かにそうだね。かわいそうだよね。うん。あとは何だろう。あ、ちょっとこれ、私、これ、なんとなくなんだけど、手ぬぐい持ってそう。あ、わかる。うん。手ぬぐいはあった方がいいよ。手ぬぐいね。あと、風呂敷。うん。確かにね。持ってそうなイメージあるな。丁寧な暮らし。持ってた方がいいね。手ぬぐいとか絶対使わないと思ってたけど、うん、なんかあった方が良さそう。うん。なんか持ってそうなイメージがあった。わかるよ。うん、やっぱでもちゃんとさ、なんかあるじゃん。おかずの品目もね。ああね、なんか30品目だっけ？理想って。うん。やっていきたいよね。うん。
やっていきたいね。難しいかもしれない。でもさ、なんかスープとかでさ、一気になんかめっちゃいろんな野菜とか入れ、うん、あとラタトゥーユ、うん、なんか私ラタトゥーユあんま好きじゃないんだけど。そうなの？なんで？なんでって言って、好きじゃないからか。なんかさ、うん、肉入ってないんだって思わない？あれ。あ、入ってない。確かに入ってない。入ってそうなのにね。そう。入ったら、確かに。トマト味も好きだし、ナスも好きなんだけど。うん、ああ、確かに。あれ、鶏肉入ってそうなのに入ってないね。そう。だから、ラタトゥユさ、あれ結構騙されたことあってさ、うん、おしゃれカフェで、ラタトゥユまだあんま知らなかった時にさ、うん、うわ、これ絶対肉とのやつじゃんと思って、ラタトゥユって。うん、だから、ラタトゥユ自体はそんなに、あの、嫌いなわけじゃないっていうか、うん、食べ、あったらラッキーと思うの。うんうんうん。バケットとラタトゥユとかすごい好きなの、うん、合わせはね、うん、だけどあの騙された記憶があるから、あ、メインじゃなくて、うん、なんかこういろいろある中のラタトゥユだったけど、うん、そう、今日の夕飯はラタトゥユ用だと、あ、嫌だ、あら、お肉ないのかしらって、そう、え、今日の夕飯はラタトゥユ用の人いるのかな。あ、私一回やってちょっとなんかあの家族が切ない顔した。そうだよね、うん、今日の夕飯はラタトゥユは言うようは切ないわ、うん、そう、切ない顔された。ラタトゥユは本当に脇にあるからいいね、うんうん、迷惑役みたいな、そう、なんかメインじゃなくない、うん、だから本当初めてラタトゥユで、うん、あの、あ、肉ないんだってなった時、うんうん、本当肉ある風貌なのに、確かに絶対肉ありそうな感じだよね。でもラタトゥユがメインなとこなんてないよね。確かになんか前菜、向こうっていうとこ前菜みたいなもんなのかな。うん、だからほんと3口ぐらいいつもあるじゃん。うん。それだもんね。確かにお腹いっぱいラタトゥーユとかって感じじゃないよね。お腹いっぱいラタトゥーユ食べたことないんだけど。ある？ない、ね。あ、ない、ないと思う。あ、だから今日の夕飯はラタトゥーユ用の時どうしたの、うん、逆に。あ、お腹いっぱいラタトゥーユ。いや、あの時多分だから米をいっぱい食べる。ラタトゥユと米って合うん？え、だから私が意外と、私は意外といけると思ったんだけど、うん、なんだろう、多分家族が切ない顔してたから、あ、多分、ラタトゥユはパンなんだろうなって。そうだね、ラタトゥユはパンだわ。なのかもしれない。私はでも米でもいける。あ、でも、そのラタトゥユ、田辺さんのラタトゥユに近いのかもしれないけど、なんかいいなって思ったのが、あの、吉永文、うん、漫画家の吉永文のインタビュー見てて、うん、あの、嫌いな食べ物かなんか聞かれてて、で、なんか、嫌いな食べ物も苦手な食べ物も特にない。うん、だけど、燃えない食べ物はあるって言ってて、それ田辺さんのラタトゥユってその燃えない食べ物。そうだね、ラタトゥユ。でも、脇に、たまに欲しいよ。そうそうそう。だから、でも、なんかすごい、うわ、ラタトゥユそうそうそうならない。そう、だからなんか、まあ、その、なんか、燃えない食べ物って表現すごいいいなって思って、いいね、そう。傷つかない。嫌いなわけじゃない、うん。確かに。嫌いなわけじゃない。でも他にもありそうだな、私それ。燃えない食べ物？うん。嫌いなわけでもなく、ただ、今夜は〇〇よってなると。そうだよね。なんかありそうだけど、うん、ちょっとパッと出てこなかったな。いつか。いつか。皆さんもそういうのがあったらっていう。うん。うん、宿題だね、この。確かに。だって切り干し大根もひじきも好きだしな。私も好き。なんか昔はそうでもなかったけど、最近すっごい好きになってきた。ねえ、なんだろう。でも、これかーってやつでしょ。え、マジ？ピラフ。え？ピラフ？うん。冷凍ピラフとか美味しくない？冷凍ピラフは美味しい。私、冷凍以外でピラフって食べたことないかも。なんか、ピラフってさ、うん、味の安定なくない？え？私、冷凍食品のピラフ、お店でピラフって食べたことないかもしれない。なんかね、店のピラフはうまいんだけど、うん、冷凍のピラフの味が安定してなさすぎて。うん、なんか全然違うの。え、これピラフって。ピラフケチャップライスか。うん、あ、でも最近食べてないからな。いや、私なんだろう、テンションがそんなに上がんない食べ物って割と何でもわーってなるな。え、これ？
ならない。ないかな。私もでもピラフもちょっと違うかもしれないんだよな。そんなにテンションが上がらない食べ物。わ、ちょっとここに今さ、欲しいね。あの、メニュー。いや、そう。欲しいよ。あ、なんか絶対あるんだよ。あ、絶対あんのよ。絶対にあるんですよ。パエリアもうまいしな。パエリア美味しいね。うん、なんだろうな。ラタトゥユはマジ燃えないな。ラタトゥユ。まあ、ラタトゥユ出てるからいいか。ラタトゥユなんじゃない、田辺さん。うん。ラタトゥユはちょっと私ちょっといつかなんか、発見したいな、私の。すごい探してるけど、見つかんない、うん。見つかんないね。だから私ほんとラタトゥユか。あった。何？焼きそばパン。あー、わかるかも。焼きそばパンはちょっと私ね、あのね、うん、違う炭水化物同士を一緒にっていうのはあんまり得意じゃないから。うん、そうそう。確かにな、焼きそばパンそんなと、あー、でもな。だその、焼きそばパンだったら、あの、挟むんであれば、あの、白身魚のフライとかが挟まっててほしい。うん、コッペパンには、ね、メンチカツとか、ね、確かに、あ、わかる、私でもそうかも、そうだね、うん、焼きそばパンは私もやっぱそうだね、なんか、うん、別々だよね。そう、焼きそばは焼きそばで食べたいし、コッペパンはわかるよ、なんかあの他のもん挟んでたい、うん、確かに、やった焼きそばパンだーっては私もならないかも。そうそう、私はだから焼きそばパンかな。確かに、あ、すっきりしたね。すっきりしたね。あ、丁寧な暮らしの話してた。まあまあ、いいな、いいな。うん、じゃあ、皆さんも丁寧な暮らしを考えてみてください。はい、では、さようなら。さようなら。